はい、アリスです。2022年8月に行ったプーケットの旅についてまとめています。アフターコロナのリベンジ海外旅行の際に少しでもお役に立てば嬉しいです。11回目の今回は、プーケットで感じた、サステナブルツーリズムについてです。和訳すると、持続可能な観光っていう感じですかね。はい、こんなことについてお話ししてきます。結構前からサステナビリティという言葉が聞かれるようになりました。最近はですね、サステナブルツーリズムとか、リスポンシブルトラベルなんていう言葉も聞かれ始めてます。これは世界的に、コロナが収束し始めて、旅行が活発化してきたからだと思ってます。これまで、観光業か旅行業とか、そういったものは、環境破壊の上に成り立っていたっていう認識が広がって、今後ですね、観光は環境、そして地域の文化やコミュニティを守りつつ、共生していこうっていう考え方ですね。もともとですね、バニヤンツリーホテルっていうのは、こういった取り組みを早くからやっている企業っていう印象は、私自身持ってました。SDGs のゴールの中には、17のゴールがあるのかな、今。貧困とか差別、それから教育、環境など、いろんなものが含まれるわけですけども、そもそも、バニヤンツリープーケットの開業の経緯ですね。30年近く前に、錫の鉱山の跡地だった、荒れ果てた土地を買い取って、土壌とか水をすべて入れ替えて、リゾートを、作ってですね。で、人々の雇用を守り、コミュニティを再活性化させたっていう、そういう経緯。それから、20年以上前に、貧困の女性たちを救うために、女性がスキルを身につけるための、スパアカデミーっていうのを設立したとか、そういうことについては、2回目の、バニヤンツリーホテルについての動画でも、触れました。で、今回、実際ホテルに泊まってみて、そのバニヤンツリーの取り組みに、触れたわけですが、バニヤンツリーに限らず、今後、特に自然の中にあるリゾート地にある、ホテルは、どんなに高級ホテルであろうとも、便利さや快適さ、それから豪華さの追求から、サステナブルツーリズムの考え方にのっとって、自然とか地域との共生を軸に置いた取り組みが、ますます増えるだろうっていう思いましたね。で、その取り組みに賛同してくれる人のみが、そういったリゾートを訪れるっていう形になるだろうと思いました。本当、少しの例ですけども、ビラの中で見たことをいくつか紹介しますと、まず左上の、飲料水は、ガラスの瓶に入ってまして、ちょっと分厚いような陶器の、割れにくいですね、陶器のカップ、コップに自分で入れて飲むようになってます。で、このガラスボトルのままだと割れやすいので、倒れても大丈夫なように、ボトルはですね、陶でできたカバーに入ってました。右の上かな。よくホテルの玄関の部に、Don't disturb とか、Please make up the room とかっていうのを書きます、の書くとか、かけますけども、バニヤンツリーの場合だと、玄関にですね、この小窓みたいなのがついてて、それを開けたり閉めたりしながら、何をしてほしいかが、を、言えるというか、示すようになってます。はい。左下、室内のシャンプー、リンス、石鹸、こういったものは、すべてこういう陶器の入れ物に入ってます。よくですね、高級ホテルに泊まると出てくる、たくさん置いてある、高級ブランドの小分けのプラスチック容器に入ったものっていうのは、一切見つかりません。それから、右下ですね。よくホテルに行くと、デスクがあって、デスクの引き出しを開けると、便箋とか、はがきとか、ホテルの説明書とか、ルームサービスのメニューみたいなのが結構いくつか入ってたりするんですけども、
このホテルですと、すべて右下の写真にあるような QR コードから、ホテルの、まあ、ルームサービスのメニューや、それからミニバーの中にある価格表なんかもすべてここからアクセスするようになっています。これは最近日本のホテル、あと、レストランなんかでも見ますけども、やっぱりワニアンツリープーケットでもホテル内のレストランは同じような方式になっていて、まあ、QR コードをかざすか、もしくはタブレット上のメニューから選ぶっていう方式になってました。それから、朝食をいただくレストランでは、ケチャップやドレッシングなど小さなこう包みに入っているものはもうまずなくって、すべてこうボウルに入っていて、各自がこうスプーンをすくうように、スプーンをすくってこう取り分けるようになっています。朝食のジュースとかヨーグルト、すべてガラスの瓶に入っています。紙のナプキンはほぼなくって、布のナプキンばかり。プラスチック、紙、そしてゴミを減らす努力をしているというふうに感じました。ホテルのあるラグーナエリア内も、タクシーではなくてシャトルバスやボートなどの、公共の交通を使って移動することを奨励しています。個人でタクシーを利用しちゃうとやっぱり排気ガスが増えてしまうので、それを抑えるための取り組みだというふうに感じました。このワニアンツリーはですね、その自然あふれるこう森の中でもすごく丁寧に手入れされた、まあ、敷地で、プライベートに静かに過ごせるビラがあって、そしてすごく親切でフレンドリーなスタッフが揃ってるっていう、こういうことがですね、ワニアンツリーとしてのホスピタリティであって、過剰な便利さや快適さや、それから豪華さっていうのは、彼らにとってのホスピタリティではないっていう、こう主張が伺えるなって感じました。もちろんですね、この自然の中にいるってことは、都会に住む私たちにとってはこう異空間で、残念ながら多少不便だったりするんですよね。もう虫は多いし、葉っぱは落ちてくるし、夜もカエルの鳴き声がもう鳴り響いてるしっていう。で、私もですね、一度自転車で敷地内を走ってたら、木の上から何かが落ちてきて、でなんだか分かんないずにちょっとしばらく走って、で、部屋に戻ったら、こう、T シャツからヤモリが出てきてびっくりしたとか、そういうことにも遭遇したりですとか、あと30箇所以上虫に刺されたりとか、部屋の中にも普通に虫が歩いてるし、蛾とかも飛んでたりするし、でもこういったことも含めて、その土地とか人とか環境とかを楽しむ姿勢、それからそのお金を払っているのかもしれないけど、こっちは。でもそういった場所に来られて、しかもそこに快適に過ごさせてくれることっていうのに、感謝する心の持ちようがすごく大切だなと感じました。だって自然はね、やっぱりコントロールできないですから、私旅行好きなので、そのホテルの評価とかをよく見てますけど、たまにこういったこう自然を楽しむようなリゾートで、室内に虫がいたから部屋を変更するように頼んで、しかもアップグレードを主張したなんていう日本の人のコメントを見ると、本当に悲しくなります。またですね、バニアンツリーホテルはサステナビリティの取り組みとして、グリーンエンパラティブファンドっていうものを宿泊客にもお願いしてます。これはですね、バニアンツリーのホテルが、所在する、コミュニティでの環境保全のための取り組みを支援するための、お金でして、1部屋1泊70バーツ、だから300円ぐらいですかね、の金額が、ホテルをチェックアウトする際に加算されて請求されます。宿泊客は支払わないという選択もできるらしいんですけども、これを払うとですね、バニアンツリーのホテル側も同じ金額をマッチングしてコミュニティへ還元するっていう仕組みになってるみたいですね。なので実質、自分が負担したものの、倍の金額がコミュニティに払われると。いい取り組みだなって思いましたね。
はい。で、続いて、環境資源の保全についてちょっと触れときたいと思います。今回ですね、9回目のホテル外アクティビティの動画の中で、ピピ島へのツアーに参加したことを話しました。で、そのピピ島にはですね、映画ザ・ビーチの舞台になった、すごく有名なマヤビーチっていうビーチがあるんですね。が、このビーチ今は閉鎖されてます。ちょっと調べてみたんですけど、このマヤビーチ、この映画であまりに有名になりすぎちゃって、もう観光客が殺到して、もうサンゴ礁の破壊などがもう本当著しくなってしまって、結構開けたり閉めたりみたいなのを繰り返してるんですね。で、実際に2021年まで約4年間封鎖されてて、で、2022年から今度は人数を制限して再開したんだけど、やっぱりサンゴ礁がちょっと損傷されてるみたいなのがあって、8月1日から2ヶ月間閉鎖することになっています。で、コロナで今観光客が激減してしまった今のプーケットっていうのは、もうとにかく海が美しいんですね。でもまた観光客が元に戻ってしばらくしたら、その美しい自然も傷つけられてしまうっていうことを繰り返してしまうわけで。で、政府としても、そういったこういう、国立公園の立ち入りに、料金を課したり、自然を大切にするための、啓蒙活動。例えばこういったそのマヤビーチを閉鎖しますよっていうのも、こういった世界的ビーチだからこそ、世界的なニュースになって、みんながやっぱりちょっと自然って大切に扱わなかった、やっぱり、いけないなっていうことを、再認識したりするきっかけにもなると思うんですよね。そういったの啓蒙活動の一環としてやってるのかなっていうのも感じました。で、当然こういったことってこれからどんどん増えてくるだろうなと思いました。ハワイ、私が以前行って大好きなハワイでも同じようなことを聞いたことがあって、結局コロナで人の行き来が激減して分かったことが、いかに人間がこれまで環境を傷つけていたことっていう、これがその観光地でももう本当に再認識されて、観光客が去ったおかげでもう一気に海や自然が美しく生まれ変わった。で、ハワイの観光庁は今、マラマハワイっていうスローガンのもと、マラマっていうのは思いやりの心をっていう意味らしいんですけども、地球に優しい旅、節度を持った訪問っていうのを一生懸命啓蒙してます。人気のあるですね、国立公園なんかでは、人数制限をしたりとか、事前の予約システムを導入したりですとかやってますし、有名なハナウアベイなんかも入場料を結構大幅に値上げしたりとか、あとこれまで無料だったダイヤモンドヘッドの立ち入りに、入場料とか駐車料を貸したりとか、いろいろ取り組んでるみたいです。本当世界中を見渡しても、こういう美しい海とか自然っていうのは、もう観光地にとっては唯一無二の資源であって、大切に扱うのはもう本当に当たり前です。で、私たち観光客も人間にできること、もう本当ちっちゃなね、小さなことですよ。ゴミを捨てないとか、オイルの入った日焼け止め扱わないとか、サンゴの上に立たないとかね、そういう心遣いは当然ですし、その現地でのこういう環境保全のための活動に理解を示して、そういった場所に立ち入らせてもらえることを光栄だって思うことが大切だと感じました。で、こういった環境保全の取り組みは、ホテルとか観光地とかにとどまらず、国レベルとか、主要な自治体レベルでももちろんたくさんありますよね。つい数日前にフランスが世界で初めてプライベートジェットに規制をかける、または課税するっていうニュースがありました。公共の交通機関をみんなで分け合って使えばいいのに、富裕層が個人の便利さを優先して二酸化炭素の排出を無駄に増やしてるっていうことに対する動きです。で、アメリカのカリフォルニア州でも、ハイブリッド車を含む全ガソリン車の新車の販売を2035年以降は一切禁止すると、これも本当つい数日前に発表しました。どちらも環境を守るための取り組みですよね。
で、こういった環境保全の取り組みに加えて、最近の、原油高、円安、コロナに起因する観光業全般の経営状態の悪化など、もう今後ね、旅行にかかる費用っていうのは、ますます押し上げられるわけです。で、個人単位でも環境への負荷を減らすために、旅行者は1年に何度も長距離を移動するっていうのではなくて、遠くに行くなら長くゆっくりと過ごすっていうことが主流になるのかなと感じました。ただ、1箇所で長く過ごす分ですね、お客さんとして行くっていうだけじゃなくって、その地域の人と触れ合って新しい文化や価値観に触れるなんていうその交流も増えるわけで、で、それがますますですね、視野を広げることにつながるなと思いました。はい、トーマすいません、なんか偉そうにいろいろ話してしまいましたが、今回はプーケットへの旅行で感じたサステナブルツーリズムのこと、それから今後の旅行がこうなるんじゃないかなってことについてちょっとお話ししました。次回は最後の回にします。今回の6泊7日の、行程表と費用をすべて開示します。ではまたすぐにお会いしましょう。